はいどうも、ホソピーです。さて本日は iPad mini 第6世代の話題にちょっと触れていきたいと思いますけれども、まあ、今回ですね、手放すことを決めました。ということで、ここ最近ね、12 mini を手放したりとか、ミニ系の端末を手放しているんですけれどもね、理由は5つほどありますので、それまとめていきたいと思います。まあ、これからね、購入をね、ちょっと検討されている方は、まあ、こういったですね、まあ、手放す理由とかっていうところが、まあ、逆に克服できれば、買いになるポイントでもあったりしますので、まあそのあたりですね、ちょっと参考にしていただけるといいのかな。iPad mini ね、まだまだ気になるなと思ってる方はですね、ぜひね、チャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。それでは本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということでですね、まあ iPad mini ということで、まあミニがつくので、まあ理由の中でですね、まあそれはお前違うだろうっていうところをね、突っ込まれそうなところもあるんですけれども、まあ早速それが一つ目にあります。ということで一つ目はですね、物足りなさのある画面サイズというところですね。これまあ 8.3 インチっていうディスプレイサイズになっておりまして、まあこれがですね、まあ絶妙すぎるという方も、まあいらっしゃるでしょう。で、このまあミニサイズで、ベゼルもまあ太かったりするんですけれども、まあ、これはこれとしてね。で、この指紋認証、はい、ここもですね、結構使い勝手のいいポイントだったりもするんですよね。いいところはまあ結構あるんですけれども、このどうですか、これ YouTube の横画面にした時の、まあ、表示サイズになってますけれども、まあ、こんな感じというところで、まあ、これがですね、物足りなく感じる方もいるかもしれないですし、まあ、別にこれぐらい良くないって思う方もね、いるかもしれません。ということでですね、私はですね、ちょっとこれは微妙かなというところでね、買い替えようというところになっております。はい、ということで、まあ、画面サイズがやっぱり大きい、 iPad に求めるものは画面サイズだよという方はですね、まあ、まだね、 iPad Air とか、まあ、Air はちょっと高いんですけれども、まあ、iPad の第9世代とかね、そっちの方が画面サイズ大きかったりしますので、その方がよろしいのかなと思いますけれどもね、まあ、携帯性を重視した iPad というところで、まあ、そもそもね、タブレットで携帯性を重視っていうところがなかなかね、相反するところではあるんですよね。携帯性重視するならそもそも小さい iPhone にすればいいじゃんってなってしまうので、まあカバンを用意しなきゃいけなかったりだとか、ある程度ね、持ち運ぶグッズを持ってないと iPad っていうのは、まあ、持ち運びはきついというものの一つですからね。ただこの iPad mini のサイズ感ではボディバッグのようなものでもね、入れられるという、まあそういう利点もあるんですけれども、ボディバッグに入れてまでまあ使い回すかって言われると、まあ結構微妙なところもあるのかなというところなんですよね。ということで一つ目ね、物足りなさのある画面サイズというところね、これが理由の一つ目でございます。はい、では次二つ目の理由ですね。二つ目はですね、まあこれをまあタブレットとしてこう使っていくところでですね、やっぱりね、マジックキーボードね、これが使えないっていうところが微妙かなと思い始めてしまいました。で、普段からですね、まあ、これ1台だけしか使っていないわけではなくって、まあこういったですね、まあ、これは最近導入してるんですけれども、 iPad は自宅用ででっかい iPad、 iPad Pro 12.9 インチを使っておりまして、まあそれだけでも全然 OK だったんですよね。ただ持ち運びでこういったタブレットがあると便利だよねっていうところで導入したわけなんですけれども、まあそこまでですね、常に持ち運んで使う必要があるのかって言われると微妙なところもありつつですね、どうせ使うならやっぱりキーボードが使いたいというふうになってきたんですよ。で、キーボードを使って入力作業をねするのかって言われると、別にそんなことでもなくって、ちょっとこれね、動画見ていただいてお分かりの通りですね、普段何気なく YouTube を見るとかね、 Twitter を見てスクロールする、タイムラインをスクロールするっていうところで、マジックキーボードにはですね、トラックパッドがついているんですよね。で、それがまあめちゃくちゃ便利というところで、トラックパッドってどれかっていうと、これですね、ここ、はい、この部分がついてることによってカーソルを動かして、まあ、自由にこうね、操作することができるというところと、2本指でね、画面をスクロールさせることもできるっていうところで、このマジックキーボードがですね、めちゃくちゃ便利で、 iPad mini 用には残念ながらないんですよね。ただまあこれもサードパーティー製のものとかを活用して、まあ、うまくやることもできなくはないんですけれどもね、まあ、そこまでちょっとね、このミニのものをまあ活用していくっていう
うところはですね、そこまでちょっと無理をしてミニを活用していくっていうところには、まあ、至らなかったというところでね、まあ、それでね、このサイズ感がね絶妙でいいよって思ってる方は、まあ、そういうねちょっと無茶な運用っていうことになるかもしれないですけれども、サードパーティー製のものを組み合わせてキーボードを使っていくとかやっていくこともまあありはありなんでしょうけれどもね、まあ私はそこまでしてちょっとこのミニのサイズをまあ活かすっていうところはまあなかったかなというところですね。はい、ということでこれが理由2つ目でございます。はい、では次理由3つ目ということで、これはまあ秋に備えてというところでですね、 iPadOS16 に備えるためというのがまあ理由の3つ目というところになります。で、この iPadOS16をですね、まあ、全て堪能するには M1 チップ以上を搭載している iPad でないと堪能することができないというふうに言われております。まあ、その機能の一つとして、まあ、ステージマネージャーというやつですね。まあ、ここにちょっと画像を貼っておきますけれども、こんな感じでですね、開いてるアプリを、まあ、うまくこう4つほどまとめたりとかね、するわけですよ。で、今開いてる画面は右側の前面に出されるというような感じでですね、よりこう Mac っぽく使うことができるって言ったらいいのかな。まあ、基本的には iPad というのは一つの画面がこうドーンと出てくると。で、スプリットビューといって対応してアプリであればですね、画面をこう半分で分割するとか、まあ、4分の3ぐらいまで表示するとかね、片方は4分の1にしたりとか、まあ、そんな感じで、画面を基本的には半分に割って使うっていうようなところだったんですけれども、このステージマネージャーというのはなんかこううまくね画面を使っているというところで、マルチタスクでの作業をやりやすくするというところになるのかな。まあ、これをやっぱり堪能したいというふうになればですね、もちろんマジックキーボードを使ったりする方がより堪能できます。画面もですね、ちょっとミニサイズだときついというところと、あとはそもそも M1 チップでないと対応をしていないよというところになりますので、まあ残念ながらですね、この iPad mini に関しては A15 チップですからね。で、 A15 チップ自体はですね、この普通の iPad mini としての使い方をしていくにあたっては全く不便ないぐらいのね、性能は全然あるんですけれどもね。ただまあこういったところがですね、ちょっと一部機能がそがれてしまうというところでですね、まあ、今後の運用というところはですね、 M1 チップ搭載している iPad にまあ変えようかなというところでですね、今回手放すということですね。これがまあ理由の3つ目ということになります。はい、では次理由の4つ目ですね。まあ、これはですね、まあ、この iPad mini が悪いからというところではなくてですね、まあ、すでに買ったんですけれども、この iPad Pro 11インチをまあ導入したというところですね。まあ、これを持ち運びにも使う iPad というところで、まあ、第一線に置いていると、このね iPad mini 第6世代に変わるものをねすでにね買っているというところでね、まあ、これはもうね手放すのは必然かなというところになってしまうんですけれども、まあ、値上がりするギリギリ直前で6月の28日だったかな、29日だかに、まあ、届いたんですけれども、まあ、その1日前2日前ぐらいに注文してですね、値上がりの本当に直前で、私はこれ 128GB のセルラーモデル、 SIM カードが入るタイプですね、外でも通信ができるモデルというところで、まあ、これを導入して、このミニでちょっと不満があったマジックキーボードを使ってですね活用しております。まあさっきも言った通りですね、マジックキーボードでねめちゃくちゃ入力作業してんのかって言われるとそんなこともないんですけれどもね、ただマジックキーボードを使ってトラックパッドですね、主にね使ってるのはね、トラックパッドでネットブラウジングとか操作が非常にね、快適ですからね、ということで、まあこれを置き換えて、まあ、そこまでですねきついなっていう感覚はないんですよ。で、この iPad mini をもうどのように使ってたかというと、今まではスマートフォリオというカバーね、純正カバーつけて使ってたんですけれども、その時ね 427g という総重量だったんですよ。で、それが今この iPad Pro 11インチになって、マジックキーボードもかなり重いですからね、 600g ぐらいのかな単独で、で合わせると 1070g ぐらい、1キロ超える装備になったんですけれども、まあ私リュックで普段ね、移動してますので、リュックサックに入れて、まあそこまで気にならないかな、両肩でしっかり背負えるからね、まあそこがまあボディバッグでね持ち運んでたとしたらきついけれどもね、まあという理由で持ち運びというところも、まあ今のところそんなに苦じゃないかな、まあミニじゃなくてももういいかなっていうふうに、まあ今併用してちょっと使ってみて感じたので、まあ今回手放してもいいかなというところですね。まあこれがまあ4つ目の理由になります。はい、では最後ね理由5つ目ということで、少しの期間ねこうやって併用してね様子を見てきたわけなんですけれども、まあこの最後の理由5番です。買取価格が上昇したというところですね。これが決め手でございます。
で、今この 256GB なんですよね。のセルラーモデル、買取価格ジャンパラで私使ってますけれども、現在7万円というふうになっております。で、私はこれ値上がり前に買っている iPad mini ですから、当初の購入価格ね、95,800 円だったのかな。これがまあ7万円ということになればですね、差額25,800 円。まあ10ヶ月ほど使用してきまして、1ヶ月あたり2,580 円ぐらいかな。これぐらいの金額でね、iPad mini をしっかりとね、堪能することができたんだったらまあいいかなというところで、最後ね、手放すね、後押しをしてくれたというのはこの理由の5つ目ですね。買取価格の上昇という、このね、5つの理由ね、これが全て揃って、まあ今回、まあ手放す覚悟を決めたということになりますね。細Pチャンネル。はい、ということで本日はね、珍しくね、ちょっと iPad ネタだったんですけれども、いかがだったでしょうかね。 iPad mini ですね。これはもう本当にですね、まあ、好きな人はまああえてね、このミニを選ぶという方もかなり多いと思うんですよね。で、うちの娘なんかもですね、 iPad ね、大きいのもあるけどどうするっていうような話した時に、ちっちゃいのがいいと。これが本当に絶妙なサイズで、まあ、性能とかも関係ないから、この小型のこのサイズがいいよっていう風にね、言って選んでましたけれども、まあ、それぐらいですね、やっぱりサイズが気に入るという方ももちろんいらっしゃるというところですね。それがまあミニのいいところなんですよ。iPhone もそうですけれども、iPhone のミニ、まあ、今はですね、一般化はしてないかな。好きな人が買うサイズっていう位置づけになってはいるんですけれども、まあ、そういった方にはものすごくハマる端末であるというところですね。なので、まあ、なんとなくちょっと iPad ね、どれ買ったらいいかな、迷ってるなっていう方が、最初に選ぶべき iPad がミニっていうのは、基本的にはやめた方がいいかなというところですね。まあ、このサイズ感が絶妙でいいんだというところで、まあ、2代目とか3代目とかね、買い替えが続いてって、やっぱり自分には小さいサイズが合ってるっていう風にたどり着いた人が、このミニに行けばいいんじゃないのかな。最初に、とりあえずミニを買ってみたら、あーちっちゃすぎたなーとかって思って失敗する可能性もありますからね。まずは普通サイズの 10.2 インチだったかな、 iPad の第9世代とかそういったものから入っていくのがいいのかなとは思いますけれどもね。はい、ということで iPad の買い替えの参考にしていただけると幸いでございます。ということで本日の動画以上で終わりにしたいと思います。この動画ね、面白かった、良かったと思っていただいた方はですね、ぜひね、チャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。Oh.